さあ始まりました TN エコロジーのお時間です。この番組は毎週日曜日朝8時から放送させていただいております。対談トークをさせていただくことが多いんですけど、ゲストさんをお招きしてするパターンと、今日はですね、前回に引き続き、ミーニャンをお呼びしてですね、岡山のアイドルですけども、ミーニャンをお招きして、対談を行っていきます。対談というよりも、今ですね、Yahoo とか Google とかで検索されているトップキーワードの、1位から、順にですね、それに対してどう思うかみたいな話を進めていっているんですけど、まだそのキーワードのことが全然無知でですね、なかなか進まないんですけども、今日も聞いていただけたらありがたいなというふうに思います。ではミーニャン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんなだいぶ暖かくなってきましたね。今日寒かったですけど。あ、寒かったですか。はい。沖縄は暖かいんじゃないかなと思うんですけど、岡山は寒い日と暖かい日と、今日はしかも雨でしたからね。そうですね。岡山は晴れの国岡山って言うんですけど、案外雨降るっていうね。うん。最近は多いですね。はい。そうですね。気温の変化とかね、いろいろあると思うんで、体調管理も含め、みんなで気をつけていけたらなと思っております。はい。はい、ではですね、早速ですけども、トレンド、キーワードの方、進めていけたらなと思うんですけど、ミーニャン、準備はよろしいでしょうか。はい。はい。バッチリです。ミーニャンさん、はい、まず、いつもミーニャンって呼んでるんですけど、なんでミーニャンっていう名前なんですか？ですね。前の職場であだ名をつけられたのが、これです。前の事務所で、アイドル事務所で、つけていただいたって感じですか。そうですね。なるほど。で、意味は何だったんですか。猫みたいなっていう風なところから来たと思う。見た目が猫みたいな感じなんですね。そうですね。あ、なるほど。その人にはそう見えたんだと思います。なるほど、なるほど。はい。じゃあ猫っぽいミーニャン、ぜひ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではもう早速いきますよ。はい。はい。トレンドランキング1位。はい。バーチャル横浜。聞いたことありますか？聞いたことはないですね。ないですか？はい、どんなことだと思います？バーチャル横浜。はい。バーチャルなので、何かこう、ゲームの中で、横浜の何かこう体験できるとか、そんな感じなんですか？なんか、察しが良くなってきましたね。ね、3回目ともなると、はいはい、ゲーム関係のことっぽいですね。あ、書いてあるのは3名がライバーデビュー、3名組ユニットバーチャル横浜を舞台に活躍するっていう感じなので、もしかしたら、VR とかの世界なんかあるじゃないですか。 あ、はい、ああいう感じでの横浜のことなんでねんかなと、いうふうに思ってるんですけど、はいはい、多分そんな感じですね。今バーチャル世界ですけど、なんかそういうやったことあります？前に一回やったことがあるんですけど。はいはいはい。何をされたんですか？こう高いビルの上で、はい、細い柱というか、はい、その上を歩くとかっていうようなやつを、バーチャル空間の中でされたんですね。はい。どうでした？めっちゃ怖かったです。すごいリアルで、はいはいはい、高いとこ嫌いなんですけど、はい、汗がすごい出ました。そんだけリアルなんですねって言いながら、僕もやったことあるんですけど結構リアルですね本当に。あれはすごい。でもなんていうんですか、プレイステーションのこうメガネをかけてするようなタイプのバーチャルゲームあるじゃないですか。はい。あれ、結構不人気みたいで、不人気っていうか、爆発的にこう人気が出たわけではないじゃないですか。うん、それ聞いた、なんか理由は、メガネをかけてる人からすれば、それは多分頭が痛くなるっていうのがめちゃくちゃ意見で多いみたいで、はい、やっぱもっと薄いメガネとかでできるような感じになっていったら、楽しめるのになみたいなことが結構話に上がってるそうですよ。ああ、そうですよね。メガネかけた上からだと、
大変ですよね。ミーニャはメガネかけてるんですか？メガネはかけてないです。あ、かけてないですね。はい。なるほど。じゃあその気持ちはまだわかりませんね。いや、目が悪いので、はいはいはい、あの家ではあのメガネです。あ、なるほど。アイドル活動中は、コンタクトをして、ね、はい。なるほどですね。そうですね。はい。アイドルっていうところをね、あの、まあ、情報があまり皆さんないと思うんで、ちょいちょいいろいろ聞いていけたらなと思ってますんで、そこも皆さんお楽しみにしてください。では2番目いきます。神社本庁っていうのが、キーワードに出てますけども、何か心当たりはありますでしょうか？神社本庁。はい。本庁に何か神社があるんですかね？できたとか。あ、そうなんですか？かなと思ったんですけど。うん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 。正解は何でしょう？正解はちょっといつも正解言われても正解わかんないですけど、僕もわからんので、はい、ちょっと調べてみましょうか。お願いします。ちょっと気になりますね。なんかあのまあキーワードとして出てきたのは、あの何ですか、神社本庁から何々神社が離脱したとか、そういうのが出てきましたけど、神社本庁とは伊勢の神宮を本尊本主と仰ぎ、全国8万社の神社を包括する組織として昭和21年に設立されたと書いてますね。それ説明してもうーんなんですね。うん、です。そういう組織があるの知らなかったですか？知らないです。僕も知らなかったですけど、神社とか行きます？行きますね。どんな時に行くんですか？何かこうお願い事をこうなったらいいなっていうことが強い時とか、そういう時に行ったりとか、昔はなんかパワースポット巡りとかって友達と行ったりしてました。神社と、まあ、お寺とありますけど、はい、神社の方がやっぱ多いですか？神社の方が多いですね。神社ってでもあのさっきお願い事をしにって言ってましたけど、はい、本当はお願い事って良くないみたいですよね。そうなんですか？って聞いたことがありますね。なんかあの報告とかするのはいいけど、はい、なんかみんながそういう風にお願い事をするような神社って、なんかどっちかというと邪念が多いから、なんかそういった邪念がこう漂っちゃうというか、苦しみを抱えた神社が多くなってきてるっていうのは聞いたことありますね。よりも報告とか、まあ、見守っていてくださればありがたいみたいな感じだったらいいっていうふうに聞いたことありますけど、まあまあスタイルでしょうから別に悪いわけではないですけどね。そういった豆知識というか、はい、それできたなと思いました。はい。はい。では次行きます。次行ってください。はい。続、はいては、宮近海斗さんですかね。アイドルの方ですか？全部アイドルって言うでしょ。あなたアイドルなのにアイドル同士のこと知らないんですか？アイドルか、まあ、そのアニメとかのキャラクターの名前とか。宮近海斗さんはですね、はい、日本のアイドル正解でございます。男性アイドルグループ、はい、トラビスジャパンのメンバーおよびリーダーです。なんか前も出ましたね、トラビスジャパンって、まあ、人気ですから ね、 ね、テレビドラマは特撮9、はい、とかお兄ちゃんガチャとかに出てますね。あ、メンバーカラーは赤、赤、はい、26歳、カラーがある、ね、大型です。おアイドル同士だけど知らないんですね。東京のアイドルですけど、あ、はい、まあ岡山のアイドルですから、またそうですね、はい、地方なんでバリバリの、まあすごい人気みたいですよ。はいはい、覚えておきます。はい、お願いします、はい、ぜひ覚えていて。トラビスジャパン、トラビスジャパン、はい、赤ですね、はい、トラビスジャパンの赤ですね。はいはい、そんなこの前覚えてます？今出ましたよ。え、宮近海斗さんです。ちょっとあの、ね、ラジオでその無言はやめてもらっていいですか？はい、すみません。じゃあ次いきます。次は分かりそうだな、はい。第4位。ゴーストヤンキー。ゴーストヤンキーについてちょっと説明してもらってもよろしいですか？ゴーストヤンキー。ゴーストヤンキーは、はい、まあ、ヤンキーの方がですね、はい、あの事故か何かで亡くなりまして、おうおうおう、でまあそのちょっとあの
未練があり、うん、まあ、この世にはばかるというか、うん、まあなんかそこでどうにかしていこうかとかいうようなそんなストーリーですかね。あ、それは、ね、アニメです。漫画ドラマ、ちょっと想像の世界なんで。あ、想像でね、はい、ですね、ここに書いてあるゴーストヤンキーは MBS テレビ神奈川のドラマ特区枠で、4月18日に放送スタートするもの、はい、あ、もうネタバ中身言っちゃったらダメじゃないですか。え、物語のドラマまだ始まってないですよ、このドラマ。あ、そんな感じなんですか。ちょっとさっきのはあの想像で言ってた。想像です、想像です。なるほどなるほど、はい。本作はですね、はい、人生に絶望した少年が癖のある幽霊の昭和ヤンキーたちと関わっていく物語で怪我で陸上選手の夢を絶たれた主人公トゲルさんが無意識に車の前に飛び出し気がつくと幽霊になっていたという、その状況に戸惑っていると40年前に死んでから成仏できていない昭和ヤンキーグループワンパク団と出会って、一方かつての団員バーチは霊界で悪さをするグループ亡霊族のメンバーになっていたみたいな、霊界で起こる不思議な騒動に巻き込まれていく物語。面白そうですけど、さっきミーニャンが言ってたのとちょっと違いますね。まあ、ちょっとかすってるぐらいですかね。かすってましたね。さすがでございます。いい線いってます、ね。はい、上手ですね。そうですね。やっぱりまだ世間に出てない情報を、ね、はい、オブラートに包む、さすがでございます。ね、まあ、ちょっとネタバレしない程度で、はい、お伝えすることができる。はい、そうですね。いろんな、方、イケメンばっかり出てますね。また情報は、あの、随時出ていくと思いますので、はい。はい、見ていただけたらなと思います、皆様。ね。はい。注目ですね。注目でしょ？え？ゴーストヤンキー。4月の、はい、はい。何日でしたっけ？中旬ですかね。そうですね。中旬です。はい。はい、第5位。はい。過度な表現あった。過度な表現あった？うん。政治家ですか？政治家の、あ、政治家かな。過度な表現あった。なんか聞いたような気がするんですけど。ですね、ここに書いてあるのは、うん、はい、私たちの声が届きました。声を上げれば変えられる。私たちは無力ではありません。キリンビール、成田市起用の氷結広告を取り下げ、高齢者は集団、高齢者の集団自決の過去発言に強まる批判。過度な表現があったと説明っていうふうに書いてますね。そういったニュースがあったんですか？集団自決ですか？うん、キリンビール、はい、氷結の、まあ、CM で何かあったかもしれないですね、過度な表現が。あー、なんかちょっと聞いたような気がするんですけど、ちょっとすいません、はっきり覚えてなくて。声がちょっとちっちゃいんで、はいはいはい、しっかり発言してラジオなんでね、あのクレームが寄せられててですね、ミーニャンの声が聞こえづらいというふうに聞いておりますので、はいはい、ぜひはっきりとおしゃべり、声を張ってまいります。そうしましょう、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いて 6番目の、キーワード、はい、愛して愛して愛してでございます。ドラマ恋ですよね。ですかですけど、まあ、押してみたら、カバー、ゲロって書いてますけど、なんだろうね。なんでしょう。ニックチョモでまたライブしてくれて、ゲロさんとメイちゃんの、アンノーンマザーグースと、愛して愛して愛してをコラボで歌う世界戦。ゲロリンの愛して愛して愛してだと。あ、そういう、やっぱ歌があるみたいですよ。愛して愛して愛して、歌ってみたっていうのがありますので。へぇー。うんうん、うん。人生行ってますね、今日ね。ね、なんか、全部かすってますね。当たってはないですけど。全部かすってますね。惜しいとこまでは行ってるんですけどね。はい、惜しい。あと一歩ですね。はい。じゃあ次行きますよ。はい。第7位。はい。海星。海星？海星ですね。漢字ですか？ひらがなです。あ、漢字もあるみたいですけど、まあ、ひらがなでここでは。うん。海星。ね、海星。はい。なんでしょうね。なんかのキャラクターですか？ですね。うん、これは、うん、あ、検索したら力士が出てきたんですけど、多分違うと思うんですよね。3SKM デビュー決定。北見雄生さん、坂木熱さん、
海星さんの3名バーチャル横浜を舞台に活動しますと書いてあります。なるほど、バーチャルキャラクターですね多分。あ、多分ですよ。はい、うん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 、海星くんのビジュアルめちゃくちゃ好みです、ビジュアル良すぎとか書いてますね。海星さん何者なんだろう、書いてますよ。もともとモデルがいるのかな、そうなんですね。うん、海星ぜひ見てください。はい、はい、続いて8位、虹三時、これは分かるんじゃないですか。虹三時、はい、虹三時、4時5時、違いますよそんなじゃないですよお昼過ぎのことですか。はい、まあそうなのかな。ですね、 VTuber の方みたいですね。 VTuber さん、うん、VTuber バーチャルライバーグループ虹三時っていうのがあって公式サイトですね。へ、若い子言っちゃった、知ってるかもしれませんね。虹三時フェスとかあるみたいですよ。虹三時とは、はい、エニーカラー株式会社が運営するバーチャルライバーグループ、同名のスマートフォンアプリを使用して活動するそうです。うん、うん、虹三時覚えておいていただくと、はい、僕は虹三時これなら分かるんじゃないですかって最初言ったじゃないですか、はい、芸人さんだと思いましたまた違うみたいですね。違ったんですね、はい、はい、では続いていきます。はい、9番、固定残業代。固定残業代、はい、ニュースとか得意ですよね。得意ですけど固定残業代、はい、もう固定されてるってことですか、最初からその残業ありきで固定されてるっていうことなんでしょうかね。どうでしょうかね、ちょっと調べてみましょうか。はい、固定残業代とは、はい、給料の中に一定時間分の残業代が含まれることで、はい、みなし残業ですね。うん、あとですね、例えば月50時間の残業を含むなどと雇用契約書に記載されている場合には、月50時間までの残業代は賃金とは別に残業代としては支払われないと、うん、いうような感じですね。うーん、あと、まあ、ちなみに長時間残業で過労死をするっていうラインが、残業80時間って言われてるそうですよ。80時間、うん、80時間を超えると過労死の健康リスクが高まるというふうに言われてますね。すごい時間数ですよね、80時間だったら、うん、だいぶですよね。はい、平均80時間というか、うん、長時間労働は脳や心臓疾患の原因になったり、うつ病発生の恐れっていうふうに書いてますね。はい、はい、それに対して何かどうか思われることありますか。まあよくニュースになってますよね。うん、サービス残業とかそういうのがあったりとかして、はいはいはい、まあ、それで自殺しちゃったりとかっていうニュース、はいはいはい、昔もよくありましたけど、うん、うん、働き方改革っていうのが今されてるので、うん、だいぶ少なくなったのかなとは思うんですけど、はい、うん、なくなってほしいですよね、そういうの。そうですね、うん、まあ難しいところではありますけど、まあ残業代としてしっかり払える企業にやっぱ日本従事しないといけないですよね。そうですね、はい、では続いていきます。続いてのキーワード、10位、 JR 東海道線。10位、はい、何て言いました。10位、あ、10位です。何ですか、ちょっと詳しく説明してもらっていいでしょうか。大丈夫です、はい、はい、10位って聞こえたんですね、ちょっと空耳です。10位って何ですか。なそれが、あ、何なのかなと思って。あ、10位です。10位ですね、はい、10です、10、はい、10、はい、10、はい、あともう一回いいですか。 JR 東海道線、 JR 東海道線、はい、うーん、何でしょう。ニュース見てないですか。東海道線、新幹線が止まっちゃったりとかですか。うん、線路の乗り面が崩れたそうですよ。はい、乗り面が崩れた、うん、付近では名鉄が列車の運行設備の工事を行う乗り面崩落と工事の因果関係は調査中とか、うん、速報みたいな感じで、名古屋から岐阜の上下線で運転見合わせ、うん、乗り面が崩れたということです。なるほど。乗り面って何ですか。乗り面って言ったら、なんかその新幹線の、はい、線路の、はいはいはい、あの
横とかそのあたりじゃないですか、支えてる部分とかそのあたりのことなんじゃないですかね。まあ、のり面っていうのは人工的に作られた斜面のことだそうですね。はい、はいはい、こうなってるところかな。こうなってるところですね。はい、こうなってるところですね。のり面っていうそうですよ。はい、はい、んー、まあね、それはまあいろいろあるメンテナンスとか大変でしょうけど、ぜひ安全のために見ていただけたらなと思います。はい、はい、まあ、10位まで行きましたのでね、一度 CM を挟んでその後は11位から、ぜひお願いします。今のところ惜しいのがいっぱいありますけど一つも当たってませんのでぜひ、この後もよろしくお願いいたします。はい、では CM 入ります。 CM どうぞ。CM を開けました TNA エコロジーです。毎週日曜日朝8時放送させていただいております。引き続き、ミーニャよろしくお願いします。お願いします。はい、ミーニャアイドルになって今どのぐらいですか。ですね、アイドルになったら8年です。8年。あのメッセージいただいていたんですけど、はい、インターネットでミーニャと検索してもアイドルが出てこないというふうにお聞きしたんですが、あ、実はラジオネームがミーニャンで、はい、アイドル名は違うという感じですか。あ、そうです、ね、あ、なるほど、はい、なるほど、はい、まあ、その辺もね徐々に徐々に、はい、正体が分かっていけばと思います。はい、はい、では11位いきます。はい、察しの悪い雨穴、雨穴、雨穴、察しの悪い、はい、雨穴、はい、察しの悪い、はい、察しの悪いじゃなくていいですか。いや、察しの悪いですね。察しの悪いって察しとか言わないですよ若い子とか多分察しって知らないと思うんですけどね。ああ、はいはい、何でしょう。察しの悪い雨穴、うん、なんかそういった動画があるみたいですね。へえ、うん、なんか黒いタイツを着た人が黒雨雨穴さんか雨穴さんかわかんないですけど、ダークウェブ系ユーチューバー、ユーチューバーの方ですか、ことだと思いますよ。あ、これは本当検索して見ていただきたいなと思うんですけど、はいはい、うん、変な家の映画見に行く予定だったけど見てる時に察しの悪い雨穴が脳裏を過ぎたら絶対に笑ってしまう気がするとかですね、はい、面白すぎるとか書いてますね。面白いですよ、うん、あ、はい、うーん、知らないですね、はい、知らないですね、はい、じゃあ次行きましょう、うん、はいはい、続いて12位、日本会議、ん、日本会議、日本会議、はい、ああ、はい、会議だと思います。まあそうでしょうねここに書いてるのは、はい、まあ、神社本庁の話とか、うん、あとはですね、はい、男尊女卑とかジェンダー不平等のこととかですね、うん、はい、うん、まあ、そういったことを書いてますけど、うん、うん、日本会議っていうのがあるんでしょうね。うーん、はい、あとちょっと調べてみると、国会議員約260名をはじめ、はい、経済界、学会、宗教界など各会の代表や、北は北海道から南は沖縄に至る全国47都道府県の代表約1000人が集結して、うん、うん、まあ、する会議があるみたいですね。そんなのがあるんですね。知らなかったな。知らなかったですね。勉強少ない。これでも若い子が調べてたらすごいですけどね。そうですね。うん。うん、日本最大の保守主義ナショナリスト団体って書いてますよ。うーん、新憲法を制定したりとか、日本を天皇中心の国家にすることを目指す。うーん、前は日本を守る会とか聞いたことあります？なんか聞いたことはありますね。うん、なんかそういうのがあるみたいですね。うん、はいはいはい。てんてんてん。はい。それだけですか？もうなし。
はい、じゃあ次行きましょう。13位、はいはい、乃木帯。漢字でしょうか。ひらがなですね。ひらがな多いですね。はい。もうたまたまでしょうけど。これも何かこうバーチャル的なキャラクターとか。ああ、乃木帯が。はい。ゲームのキャラクターであったりとか。はいはいはい、はい。そういう系なのかなと思ったんですけど。さあ、実際はどうなんでしょうか。はい。なんか最初は結構ね、かすってたんですけど。全然かすらなくなったような気がしてるんですけどね。あ、じゃあ違うってことですね。ですね、乃木帯。はい。ショールーム乃木帯に、うん、梅沢美奈さんが出演しますとか、久しぶりの乃木帯ですって書いてますよ。乃木坂46の乃木帯配信スタート。乃木坂の乃木なんですね。ですね。帯は何なんでしょうか。帯は何でしょうね。帯なんですかね。帯番組みたいな。あ、そういうことですか。わかんないですけど、帯番組を目指すとかそういう感じでしょうかね。あ、はい、うーん。みたいでございます。はい。はい。よろしかったでしょうか。はい。はい。ねえ。省略するのが多いので、うん。それをこう考えるのが、面白いですね。なるほど。あ、これ何だったかなっていうふうに考えるのがね、はい、頭使いますね。そうですね。このラジオ。ね、はい、だいぶ頭使います。次いきますよ。はい。これに対するコメントがめちゃくちゃ多いやつですけど、14位。バリューの真実って書いてますね。バリューの真実。はい。バリュー。バリューの真実。ゲーム？違いますね。バリューの真実は NHK E テレの教養バラエティ番組、シックストーンズっていうグループがあるんですか？グループの初 MC 番組だそうです。へえ。うん。あ、そうなんですね。はい、知らないですか？ストーンズじゃないんですか？じゃないんですよね。シックストーンズって書いてますよ。聞いたことないです。聞いたことないですね、はい、まあアイドルみたいな感じ。アイドルなんですね。強いイケメンばっかりだから。若い方だったんですか。はい、そうです。若いですね。すごいですね。なんか若い方がいっぱい活躍されてて。そうですね、まあこれから本当少子高齢化になっていくけど、若い方たちにスポットが当たるっていうのはいいですね。ねえ、どんどん活躍していただきたいです。はい、はい、もうそのコメントが若くないって言ってるようなもんですから、気をつけてくださいね。はい。はい、はい、では15位いきます。はい、蘭姉ちゃん。蘭姉ちゃん。蘭姉ちゃん。はい。アニメのキャラクターでしょうか。何のアニメでしょう。合ってますよ。はっ、ランって何でしたっけ。なんか出てきてましたね。ランマとかそういう系の。年代がバレちゃいますよ。名探偵コナンの、あ、ラン、はい、ランさん、毛利ランさん。あ、いますね。はいはいはい、はい、江戸川コナン君がランさんに対して、はいはい、呼び名、うん、コナンの時のつい癖でつい蘭姉ちゃんと言ってしまうことがあると。はいはいはい。そう、ランさん、ね。なんでその急に、はい、ランさんがね、はい、って思ったんですけど、今まあ、蘭姉ちゃんで検索したらそれが出たんですが、はい、コメントを見てみるとですね、はい、蘭姉ちゃんのデビュー配信みたいなのが始まったからなとか、はい、蘭姉ちゃんデビューとかって書いてあるんです。ああ。はい。まあ、じゃあすごいこうキャラクターとしてめちゃくちゃ人気があるじゃないっぽいんですか。あ、じゃあない、あれ何なんすかね。蘭姉ちゃんって何、もう分かる人逆に教えてほしいですね。ねえ、分かんなすぎて逆に困る。何なんでしょうか。すごい人気があってなら分かるんです。あと海星くんデビューおめでとうございますとか書いてますけどね。海星、さっきも出てきましたよね。さっきの、アイドルの方でしたよね。はいはいはい、です。すごい人気なんですね、その方。蘭姉ちゃん。蘭姉ちゃん。
はい。はい。わかんないです。もう、実物しとるのか、もうそれすらもわかりません。はい。調べてもわかりません。はい。はい。また教えてくださいね。はい。では16位、はい。バンドやろうぜ。まあ、バンド組みたいんでしょうね、きっと。まあ、はい、そうなんでしょうけど。仲間募集。バンドやろうぜと、はい、爆弾焼き本舗がコラボの開催決定したそうですよ。爆弾焼き本舗、はい、はい、まあ、なかなかこうパンチの効いた、そうですね、バンドやろうぜも、まあ、パンチ効いてますけどね。そうですね、すごいネーミングセンスで、バンドやろうぜはですね、はい、ゲームです。スマホ向けリズムゲーム。ゲーム、はい、バンドやろうぜカードもあるそうですよ。カードですか？はい。もう結構人気なんでしょうね。うん。青春とバンドをかけたリズムゲーム、はい、バンドやろうぜっていうのが流行ってるそうですよ。うん。ぜひやってみてもらえたらなと思います。面白そうですね。バンドやってみたいと思ったことないですか？バンドは、そうですね、学生時代にやりたいなって思って友達とちょっとやりかけたことはありました。はいはいはい。はい、やってはいないと。やってはいないです。なるほど。やりかけただけで。はあ、はあはあ、はい、バンドだったら何をやりたかったですか？その時周りですごい流行ってたので、はい、アコースティックギターを、はい、こう弾けるようになりたいと思ってやってたんですけど、はい、やめました。なるほど。はい。なんでやめたんですか？向いてないなと思いましたね、シンプルに。うん。でも自分が若かった時とか、子供の時にやりたいなと思ったことを、大人になって回収するってすごく大事みたいなんで、それがこう、魂の幸せにつながるというか、らしいんで、はい、ぜひなんかこう、大人になった今だからこそ、チャレンジしてもらえたらいいなと思いますね。そうですね。はい。じゃあ次いきますよ。はい。はい。剣持東也さん。剣持東也さん、はい、剣持俳優の方ですかね。知ってますか？なんかハッと言ってます。あ、剣持、はい、なんかその名前は聞いたことがあるなと思ってて、はいはいはい、顔はちょっと分かんないですけど、はい、俳優さんなのかなってちょっと思いました。さすがですね。正解ですか？ね、バーチャル神奈川在住の剣持東也さん、横浜市民が、そうですね、男性ライバーに変わる名言、二時三時出ましたね。剣持東也さん、はい、ゲームの世界ですね。バーチャルですね。はい、バーチャルですね。俳優さんでもなんでもない、ね、はい、剣持東也さん6周年って書いてますんで、はい、多いですね、バーチャルですね。うん、はい、はい、次いきます。時代です。はい、次、激狭駐車。すっごい狭い駐車場に、はい、止めるとかそういう系のやつですかね。何ですか？止めるっていうのは車を駐車する。誰がでしょう？どなたかが。どなたかが。それがなんでキーワードで上がってると思います？芸能人の方ですかね。なんかこうチャレンジして、こう一発で止めれたらいくらみたいな商品。正解です。やった。初。今まで、僕第3回で初めて成功されました。激狭駐車。はい。チャレンジとかね、書いてますね。はい、チョコレートプラネットさん、まあいろいろ番組で多分あるんでしょうね。はい、ザ神業チャレンジっていう番組知ってます？はい。MC がチョコプラさんで、はい、その中で、神業アーチェリーのチャレンジとか、はい、激狭駐車のことがあったりするみたいですよ。はいはいはい。です。まあ人気があるんでしょうね。それで上がって、うーんじゃないですよ。やったー。当たって喜んでる場合じゃないんで。はい。はい。じゃあ次行きますね。ちょっと嬉しいんですけど。よかったですね。はい、よかったです、ね、はい。この調子で。お初です、ね。はい、ポンポンと当ててもらえたらな。はい、まあこれ当てるゲームじゃないですからね。まあ確かに、どれだけ知ってるかって、はい。じゃないですよ。これに対して説明をするという、僕たちが皆さんにこういうキーワードが上がってますよと。なるほど。それはなぜこうなったのかみたいなのを話す、はい。ですけど、はい、まず物を知らないので説明できてないという。はい。はい。はい。この、はい、はい。私たちのコーナーは皆さんに伝えるというコーナーなので、はい。はい。お願いしますね。はい。はい。はい。では16位、ユニゾンスクエアガーデン。
新しくできた、はい、はい、お買い物できるようなところとかですかね。あ、場所ですか。ショッピングじゃないですね。日本の3ピースロックバンドです。はい。所属事務所はソニーミュージック。はい。これは知ってる方いらっしゃるんじゃないかな。僕聞いたことあるけどね。ユニゾンスクエアガーデン。男性のユニットですね。まあ人気ですよ。うん、さっき何って言われてましたっけ。ショッピングモール。ショッピングモール。ファンの方、申し訳ございません。はい。ショッピングモール。まあありそうっちゃありそうかもしれませんけど、ね、ここは若い方のは若い方じゃない歌をね、最新のあまりこう聞くことがなかったりするので、はいはい、洋楽とかをよく聞くのでね、はいはいはい、J-POP とかあんまり分かんないんですよね。あ、なるほど、うん、じゃあ J-POP じゃないのいきましょうか。分かりそうな、はい、あ、僕がもうこれミーニャンなら分かりそうだなっていうやつを選べばいいわけですね。なんでこれが選ばれたかっていうのを、うん、まあ選びます。はい、もうそうします。ね、でもそれで知らなかったらもう本当に、はい、いや、まあし僕もみーなが、どこまで知ってるのか分かんないんで、25位、はい、古川宇宙飛行士さん、ご存知ですか。芸人の方ですか。はい、芸人の方、宇宙飛行士さんですよ。あ、そう、それが名前だと思ってました。宇宙飛行士さんっていう、そこまでは。古川聡さんはですね、日本の宇宙飛行士、はい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 、実際なんですけども、はいはいはい、地球に帰還というふうに書いてますよ。はい、宇宙任務終了と約6ヶ月半の。はいはいはい。はい、あ、わかりました。わかりました。あ、どうぞ。古川宇宙飛行士さんまでが名前なんで、はい、そういう芸人さんがいらっしゃるのかと思ったんです。芸人じゃないですね。宇宙飛行士さんで。帰ってこられたんですね。はい、みたいですね。何か遭遇したと思います。はい、あ、ミーニャンは UFO とか宇宙人とか信じるタイプですか。あ、信じます。あ、今はでも結構みんな信じてる人がいますけどね。うん、まあ何か遭遇してたんだったら教えてもらいたいなと思いますね。遭遇、あ、ミーニャンさんにじゃなくて飛行士にですね。あ、飛行士さんね。はい、なるほど、はいはい、何かこう体験談かと思いました。あ、じゃないですね。はい、はい、じゃあ次行きますよ。はい、はい、あ、次行く前に CM に入りましょう。はい、はい、ミリアンでは CM 温度をお願いいたします。はい、 CM どうぞ。はい、CM 開けました。ティエネコロジーでございます。毎週日曜日朝8時放送させていただいております。みんな引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いきますよ。はい。30位いきましょう。キノコの山。キノコの山は、はい、みんなが大好きなお菓子です。そうですね。はい、なぜキノコの山がキーワード検索に上がってると思いますか？キノコの山だけですか？はい。タケノコの里もではなくて、タケノコの里もではないです。キノコの山だけですか。はい、これちょっと見たんですけど少し前に、はいはい、違うかな、はい、イヤホンになってるやつですか。お、もしかしてですけど。はいはいはい、説明してください。キノコの山の、はい、お菓子あるじゃないですか。はいはい、それがもうそのままこうイヤホンの形になってる。ほうほうほう。で本当にこうイヤホンとして使えるものが発売され、はい、限定かな、なんか発売されたみたいな感じで、はい、ニュースがで見たんですけど。なるほど。それではない。あ、ですね、書いてあるのは期間限定キノコの山スーパーカップ超バニラ味が登場。全然違いますイヤホン、イヤホンですか。いや本当にあったんですね。あ、まあキノコの山とかね、タケノコの里すごい有名ですけど、うん、明治エッセルスーパーカップ超バニラ味をイメージしたホワイトチョコになって19日から登場。スーパーカップ味のキノコの山ですね。キノコの山がスーパーカップになったんじゃなくて、はい、なるほど、はい、スーパーカップ味の超バニラ味の
キノコの山ができたそうです。美味しそう、ね、タケノコの里のコラボは検討されてないということですね。へえ。コメントで書いてあるのはキノコの山バカにしてるとかですね。え、なぜでしょう。わかんないです。キノコの山、キノコの山のアイス味が想像つかないとか、うーん、はい、うーん、書いてますね。うーん、どうですか。結構こう熱くメッセージを書かれる方もいらっしゃるんですね。あ、そうです、そうです。もう、うん、すごい好きなんでしょうね。多分そうだと思いますよ。美味しいですもんね。はい、私の好きです。はい、で次、はい、33位潮干狩り。潮干狩りニュース系のやつですか。違いますか。ニュース系なのかどうなのかちょっとよくわかんないんですけど、ニュース系ってどういう意味ですか。まあ、その福島とか、はい、そのあたりの、はい、あの海ってこう汚染されてるって今言われてるじゃないですか。はいはいはい、はい、まあ、それその中でも、まあ、あの潮干狩りが安全性が確認されてできるっていう風な内容なのかなって。あ、なるほど。まあ、そういうのはあるでしょうけどね、うん、まあ、今回のは、はい、潮干狩りの開催のご案内がいろんなところで流れてるので、はい、まあ、そういうシーズンなんでしょうね。時期ってことですね。早くないですか、そんなもん。早い、うん、早いような気がしますけど、あったかいからですかね。潮干狩りをしたい人がすごい多いみたいですね、うん、シーズンだそうですよ。楽しいですよね。当分、はい、やってないな。子供の時に行ってましたけどね、うん、子供を連れて行ってあげたいなと思いますね。絶対楽しいと思います。はい、沖縄もあるかな、潮干狩り。どうなんでしょうかね、うん、こう遠浅というかそういう系のところが取れるようなところがあるんでしょうか。うん、潮干狩りぜひ体験してください皆さん。楽しいです。しばらくやってない人もぜひ、うん、僕もちょっと今年はやってみようかな。うん、はい、次いきますね。はい、やすこさん、やすこ、やすこというキーワードで上がっております。やすこさんは芸人のやすこさんじゃないですか、うん、ですね、うん、なんでこう上がってきたんでしょうか。なんでしょう、まあ、でもテレビに出る機会はすごい多いですけど、はい、特に何なんでしょうね。今夜は謎トレとか書いてますね。あ、クイズ番組ですかね。うん、見逃し配信無料開始とかね。うん、なんかすごい面白かったかもしれないですね。そうですね、うん、面白いですね、安子さん、はい、次行きましょうか。はい、次40位激安スーパー。業数ってやつですか。はい、業数ってやつですか。業数って何ですか。業務用スーパーみたいな。あ、業数って言うんですか。業数って言うんですよ。へえ、餃子みたいですね。略して業数なんです。そうだね、業界用語ですか。あのテレビとかでも、はい、その安いこうたくさん買えるみたいな感じで特集とかやってて業数とかってよく使われてます、うん、テレビで。はいはいはい、それからみんな業数って言ってます。業務用スーパーには岡山にはね、あのパクパクというたこ焼きが有名ですけど、うん、あれ県外にはなかったりするんですよね、はい、あ、岡山だけですか。だけかわかんないですけど中国地方かな、うん、かもしれないですね。なんかたこ焼きが、うん、何個入りですかね、あれ6個。6個ですかね。え、うん、そんな少なかったかな。ちょっと大きめのが6個じゃなかったでしたっけ。が100円なんですよ、うん。でマヨネーズ税込み100円、うん、マヨネーズが、まあ、そのパックみたいな、ね、やつで10円、1個10円か、うん、ですね、激安なんですよ、うん、なんで激安スーパーがここで上がったのかちょっとあれですけど、激安スーパーが増えてるんですか。なんかね、テレビで特集されることも多いので、はい、それでですかね。うん、なるほど。じゃあ続いていきます、はい、43位インパール作戦。何の作戦だと思います。インパールの作戦ですね、きっとね。はい、インパールってどういう意味ですか。インパール、インパールゲーム。え、ゲーム。インパールっていうのはゲームのということで、ゲーム作戦っていうことですかかなと。どういう作戦ですか。それはインパールっていうそのゲームの中の作戦を立てるみたいな。なるほどですね。インパール作戦は1944年
当時イギリスが支配していたインド北東部の攻略を目指して旧日本軍が進軍し、激しい戦闘や食糧不足などによりインド国内だけで3万人に上る日本兵が亡くなった戦いだそうですよ。日本では第二次世界大戦中最も過酷で無謀な戦いとして知られているというふうに、まあ、ここには書いてますけど、インパール作戦、はい、すごく痛ましい。ゲームとか言わないでください。はい、そうですね。知らなかったです。はい、すいません。はい、はい、僕もこれを取り上げちゃったのでね、責任がありますけども、続いていきましょうか。はい、はい、続いては2026年タイガ。2026年ってまだ先ですよね。2年先、はい、タイガ発表されたらしいですよ、タイガドラマ。あ、だいぶ先ですよね。でも今何年ですか？2024年です。じゃあ再来年ですね。2年後ですね、はい、そのタイトルの名前は豊臣兄弟だそうです。面白そう。うん、なんかやってたような気がしますけど、うん、脚本は半沢直樹さんを作った方ですね、うんうん、ハッチスさん。これまでおちょやんどっちですか。おちょやん、下町ロケット、陸王、はい、家政婦の三田園などの作品を手掛けてきたハッチス氏、光栄極まる機会をいただくことができましたというふうに書いていただいてますね。はい、秀吉の弟秀長と秀吉の話みたいですよ。面白そう。僕結構好きなんですよね、こういうの。うん、うんうん、すごい面白そうですね。はい、うん、面白そうです。はい、はい、なんでさっき笑ってたんですか。おちょやんかおちよやんかどっちなんですか。正解は知らない。あ、知らないけど笑ったんですね。そうです。はい、はい、じゃあ次いきます。ニドラン。ニドラン、はい、ウルトラマンとかの怪獣のキャラクターですか。ニドラン知らないですか。知らない。僕ら世代は結構多分誰でも知ってると思います。なんかのキャラクターですよ。そうそうそう、ウルトラマン。僕ら世代はウルトラマンみんなあんまそこまで知らないです。仮面ライダー、もうあんま知らないと思います。ポケモンです、ポケモンの。もうで年代がモノバレですよ。ポケモンのニドラン、メス、オスっていうのがおるんですよ。で、今多分もポケモン GO あるじゃないですか、はいはいはい、ポケモン GO でニドラン、メスが大量発生してると、色違いとかが、うん、だからバーッと上がってきてるみたいですけど、あ、何って言いました。仮面ライダーニドラン敵でいそうですけどね。いそうじゃないですか。いそうですよ、普通に。はい、はい、違ったんですね。違いますね。はい、はい、ポケモンということで。ポケモンです。はい、ポケモンで知ってるキャラクター5個、5匹言ってください。5匹。はい、もう出てこっかでいそうなキャラクターでもいいですけど。ピカチュウ。ピカチュウ、はい。あと4匹。あと4匹。時間ないですよ。はい、ピカチュウしかわかんないです。じゃあいそうなキャラクターでいいですよ。え、いそうなキャラクター。はい、いそうなキャラクターが案外いるかもしれませんしね。あ、コイキング。はい、コイキングいますね。はい、あと3匹。猫みたいなやつね。あと3匹。猫みたいなやつ。はい。と、あの、こう、いや、名前を言ってくださいね。名前言ってください。あの、青色のやつとか、あの、竜みたいなやつとかね。名前を言ってください。名前わかんない。なんとなく頭に湧く、ね。自分がつけるとしたらでいいですよ。じゃあ、その、竜の、青い竜の。はい。まあ、コイキングの進化系のことだと思いますけど。はい。竜。ドラゴン。ドラゴン。ポケモンにはドラゴンっていうのはいません。ギャラドスですね。ギャラドス。ギャラドス聞いたことあります？聞いたことないです。あと2匹いきましょう。2匹、虫みたいなとこいますよね。いっぱいいます、虫ポケモンは。虫みたいなの。テントウムシみたいなの。はいはい、います。いますよね。名前何ですか？名前わかんないです。七星とかですね。七星。惜しいです。お、テントウムシのやつはレディバーっていうんです。全然違う。ラスト。てるポケモン。ネズミみたいなやつか。ネズミ。はい、誰ですか。ジェリーです。
ジェリー。ネズミ、ピカチュウネズミです。はい、ネズミポケモンですよ。ピカチュウが進化したら何になりますか？ピカチュウ？はい。ピカチュウ。名前変わるんですよ。ニャンチュウですか？ニャンチュウ。大チュウです。はい。ピカチュウの進化前は？いや、全然わかんないんですけど。え、進化前？ピカチュウの前があるんですよ。ネズミです。ネズミです。ネズミことも、名前は？ネズミ。ラスト、これを言って終わりにしましょう。ネズコ。ネズコ。ピチュウです。ネズコ。フルソ。ネズコってしかもあの鬼滅の刃のやつじゃないですか。はい、ということでね、今日はポケモンで締めくくったという、ポケモンでもないですけどね、はい、え、終わりですか？もう時間ですね。失態を晒しただけです、ね、はい、そうですね、ポケモン、はい、ポケモン、あ、毎回これもあってもいいかもしれませんね、これポケモンのキャラクター3匹言いましょうみたいな、予習していきます、はい、ぜひ予習してください、じゃあ自身聞きますんで、はい、はい、お願いいたします。はい、はい、この番組はですね、毎週日曜日朝8時に放送させていただいております。今日は、リクエスト曲、みーな何にされますか？藤井風さんの花で。はい、同じ岡山出身の藤井風さんの曲です。花、はい、聞いていただけたらなと思います、はい、では皆さんまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。